これでいいのか。うん、なんかいつもと違う設定をすると大体失敗するんだよね。行ってなさそうだね。あれ？お、行ったかな？はいはいはい。行けたっぽいのかな？こんにちはこんにちは。あ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、ですね。9月の17日の日本だと9時半ですけども、こっちは今深夜の1時半です。はい、なのでこう僕はこう普通にこう寝る前にビールを飲んで寝よう的な感じなんですけど、今コメント書いてる人って何やってる人か聞いてもいいですか？一応ほら朝、月曜日の朝じゃないですか。そうすると働いてない人だったら逆に寝てると思うんすよ。で働いてる人は見てらんないじゃないですか。だから見てる方々は何をされてる人なのかっていうのが、ね、お学生、高校生だって高校でしょ。自営業、夜勤、ずる休み、主婦、作家、無職。無職9時半に起きなくない？閲覧業、農家、議員、学生、大学生、バイト探し、在宅、農家率高いね。専業主婦、資産家、早起きニート、絵描き。結構夜勤率高いんだね。というわけで、僕はビールを飲みますけども、夜勤明けの人も飲んでいいと思うんですけど、一応これから仕事っていう人は適当にお茶かなんかを用意していただいて、で今日僕が飲む予定のビールがフランスのコルシカ島っていうナポレオンが生まれた島で有名な島なんですけど、そこのビールっぽいです。はい、でそこのアンバーかな、ピエトラっていう、なんか普通にスーパーで売ってたんですけど、日本ではあんま見たことない。ニュージーランドで緩く働いている、あ、外国人なんだ。うつ病で傷病手当もらっています。お、ガチ勢ですね。おお、コーヒーで乾杯。はい、というわけでじゃあ適当に皆さん準備していただいて、よいしょ、ちょっとマイクの位置を変えてみたので、PC のファンの音が減ったんじゃないかなという気もしてるんですけど、果たしてどうでしょう。はい、でガチ勢とは働かないでお金をもらうっていうのが成功した人っていう意味でガチ勢って言ってしまいました。はい、ほら世の中普通の人って働いてお金をもらうとか、お父さんがお金持ちでそのなんかお小遣いをくれるとか、なんかおじいちゃんが金持ちだったから遺産とかって、何らかのその運の良さだったりとか、働くとか対価を払ったりっていうのでこうお金を手に入れるんですけど、何もしないでこうお金が手に入るっていうすごい幸せな人なのでガチ勢って呼んでいました。はい、この向こう坂トボテルでいいのかな、よくわかんないけど100円もらいました。というわけで飲むビールはこちらのペトラ。はい、乾杯。ウェイ、バトロワ系のゲームがなくなるっていう噂について、なんでなくなるの？なくならないんじゃない？第5の放送タイトルみたいなのが多くなってきたな。個人的な理由でタイトル毎回一緒にしてたら、どれがいつのやつだかよくわからんということに気づいてしまい、ちょっとタイトルを変えた方がわかりやすいのかなと思って、ちょっと変えてみようかなと思っていました。はい、乾杯。重機運転中気をつけてください、特に映像を見る必要はないので、何回もやってるので知ってる人は知ってると思うんですけど、初回のこのビールを飲むよって見せるところ以外映像を見るメリットはありません。あとはひたすらこのおっさんがただ喋るだけなので、映像を見ないで音だけで十分だと思うので。はい、でも生ポは海外旅行とかできないよね。できるんじゃない？こっそりお金貯めていけば、娯楽とかでお金使っちゃいけないものが一応あると言われてるんですけど、でもパチンコも使ってても今は別にそれで生活保護廃止になるわけでもないので、海外旅行も黙っていけば分かんないんじゃないですかね。あ、中国でバトロワ廃止になるんだ。へー、まあ国によってはあるんじゃないですか。あ、でもバトロワってスーパーセルってテンセントの子会社になったんじゃなかったっけ。
もともとフィンランドかなんかの会社で、で、あの孫さんの弟さんの太蔵さんが買って、でその後に確かテンセントに売ってるから、今バトロワの会社って中国の会社な気がするんで、ひろゆきは人の何に興味を持つ、哲学に興味があるか、うん、予想外の答えが返ってくるかどうかっていう、その人の想像上のモデルが僕が作ったとして話をしてる時にね、でその人が予想外に面白いことを言ったとか、予想外につまらないことを言ったとか、予想を超えた時に、あ、面白いなと思ったりします。なので海外行って、あの人の動きを見てるのは、あ、この国の人ってこういう動きをするんだとかっていうのが分かると面白かったりします。で、あのやっぱ初めてフランスに来た時に、フランスのおばあちゃんって赤信号でも平気で渡るんですよ。あのおばあちゃん跳ねるやつはいないだろうっていうので、堂々とゆっくりこうと赤信号をこう渡るおばあちゃんを見て、あ、そういう国なのねって思いました。まあそのおばあちゃんがたまたま特殊だったかもしれないですけど。ニートでゲームをしながらこれ見ています。はい。いつも何してんの？ダラダラしてますね。はい。服それしか持ってないの。あの寝る前で、この寝る前の部屋に置いてある服がこれで、でまだこれ外に着てったことないんですよ。でたまたま置いてて、あのこの部屋寒いので、あの僕この部屋で寝るわけじゃないので。ネットビジネスをやる上で倫理観が欠如している方、人の方が稼いでいる気がするけど、倫理観はどれくらい必要なの？例えば今皆さんが見てらっしゃる YouTube ですけど、もともと違法な著作物をいっぱい載せていて、やりたい放題やっていて、である時から違法なものダメですよっていうのにして、がっぽり儲けるっていうのに成功したんですよ。もともと YouTube って広告一切なかったんですよね。あのアメリカのデジタルミレニアム法案みたいなやつで、著作物を勝手にユーザーに上げられて、まあサイトに載っちゃうのは仕方ないと。ただそういう状態で広告を載せて利益を上げてはならないみたいなルールがあって、なので YouTube って広告載せられなかったんですよ。でその違法なものをもう削除するっていうのを始めて、でまあ普通に今では広告載ってて、で世界中で多くの人が動画サイトとして YouTube を使ってるっていうのが現実問題あったりするので、あの成功するというのが目的なのであれば、ある程度グレーでも突っ走った方がうまくいくっていうのは、まあ、YouTube だったり、あの Facebook だったり、ちなみにあの皆さん使ってる検索エンジンの Google ですけど、あれも何年か前まで日本で違法だったんですよね。あのキャッシュっていう機能あるじゃないですか、あの検索結果のところにあの過去のページが見れる。であれが実はそのウェブサイトを勝手にコピーして Google のサーバーに載せてる行為なので、日本の著作権法上は著作権法違反だったんですよ。であとそのページのあの要約を載せるじゃないですか、あのページのタイトルがあってなんか書いてあるページが、であそこスニッペットっていうんですけど、あれもその著作物を勝手に要約して載せてるから著作権違反なんじゃねえのみたいなのが一応法律上になっちゃったりするんですよ。でまあ、世界中の人が使っててうやむやになってますけど、もともと日本ではなので Google は違法なサービスをしてました。はい。チケットの転売禁止が法案で通りましたが、経済的に見て何が問題なのか分かりません。なぜ国は規制するのでしょうかね。高く売ればいいのにね。あと転売できないようなシステムにすればいいのにね。よくはこの法案僕知らないんだけどさ、その行けなくなった人が自分のチケットを友達に売るのも不可能になるの？それはそれで不便だと思うんだけど。前回の放送で最後の方にアマゾンのセドリについて少し触れましたが、もしもひろゆきさんがやるとしましたら、商品リサーチや仕入れ等はどのようにやりますでしょうか？アドバイスお願いします。やるとしたらヤフオクとかメルカリとかで、あの売れてる商品を自動的に引っ張ってきて、で値段をこう出すやつと、で同じ商品をあのアマゾンとか楽天とかで検索するっていうシステムを両方回して、でたまにあの楽天とか、あとまあアマゾンとか割引があったり、日本はあるのかな、なんかフランスってたまにアマゾン割引あるんですよ。まあいいんだけど、っていう感じで、あの他のお店で買ったりオークションで売るよりも安く買える時ってあるんですよ、楽天とかアマゾンが。でそこで買ってメルカリで転売するとかっていうのをやると小銭が稼げるんじゃないかなと。
ていうかまあやってる人いっぱいいると思いますけどね。ひろゆきさんは履けないんですか。まあ一応毛は薄くなってるんじゃないですか昔に比べたら。はい。南青山待機時、あ、南青山の児童相談所、なんかあの南青山のその児童相談所を作るっていうのをなんか港区南青山の住民の方々が反対していて、でなんか南青山ブランドにそういうようなそのあのあんまり幸せではない子供が来てしまうとより不幸を感じるからよろしくないみたいなのが言われたらしいんですけど、あのそんな大人が住んでいるところだったらそれは子供たちはかわいそうだよなと僕は思いました。はい。大阪都構想の再住民投票を近々やるそうです。あ、そうなんだ。これ通ったらどうするの？橋本さん政治家に戻るの？まあでも橋本さんが旗振ってもダメだった以上もう無理なんじゃないの？あの結局大阪都構想とか、まあなんだろうな、あの社会とか政治をこう合理化することによって無駄をなくして税金を安くしようとか、もっと必要な人にお金を配るようにしようっていうのって、対極的に見て全体から見たら正しいんですよ。でもあのそこで美味しい汁を吸ってる人たちにとってみたらそれは自分たちの利権を奪われる行為なのでもちろん反対するんですよ。で、あの要はその無駄、例えばじゃあ無駄なものに使われているとするじゃないですか、お金が。でその無駄なものだからっていうので取り上げられると嫌だっていうので、その無駄なお金をもらってる人たちはまず騒ぐと。でその人たちのお金を取り上げた後に配る先の未来の人たちってもらえるっていう話になってないから、そうだそうだ取り上げるべきだってならないんですよ。だから例えばそのじゃあ文学だっけ、あのその大阪でやってるなんか伝統芸能みたいなところに補助金が行ってて、でじゃあそれを今度保育園にそのお金を取り上げて保育園に渡そうってなってても、保育園の人たちはそれもらえるって話はまだ確定して聞いてるわけじゃないから、文学の人たちが騒いでてかわいそう、うんかわいそうだねって終わっちゃうのよ。文学なんかやる俺たちに金が欲しいっていうので取り上げるっていう考えにあんまりならなくて、でじゃあその結局そうするとじゃあ文学にもお金を残しちゃうの でじゃあ保育園もお金が欲しいって言って政府の予算ってだんだん大きくなるばっかりで、政府が予算を減らすのってその財政破綻でもしない限りなかなか難しいんですよね。なので大阪都構想って結局その大阪府と大阪市で二重にコストがかかってる部分を削ってもっと効率よくしようって話だと思うんですけど、でもそれってその公務員中たちはそれで美味しく食ってたりするので嫌だっていうに決まっていると。で公務員をじゃあ多少削減したからといって大阪の人たちがどう幸せになるかっていうとそんなには変わんないんですよね。なのでそのちょっとずつ無駄を減らそうっていうのってあまりこうなんか正しいことだとしても普及しないことが多いのであんまりうまくいかないんじゃないかなと思ってます。なぜかネギトロ代がもらえた。お、これ見たか。あれ、今のご時世倫理観が欠如しているサービスを炎上してサービスが終了していますが、炎上によるサービス終了を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。やめなきゃいいんじゃないの。やめるからだよあの炎上芸人って言われてる芸人さんとかいるじゃないですか。であの人たちってなんで炎上芸人って言われるかっていうと、炎上した後も辞めないから知名度が広がったままなんですよ。でたまに炎上してまたそれでこう認知度が上がってっていうのでうまく回すっていうモデルになってるので、あの法律違反の場合は訴えられるとか逮捕されるとかで終わっちゃうんですけど、あの炎上って単に騒がれるっていうだけなので実はデメリットそんなにないので、なので気にせず続ければいいんじゃないでしょうか。沖縄の名護市辺野古の海の埋め立てって何が問題で、海の埋め立てってダメなの？あの沖縄の人たちは埋め立てないでくれって反対していて、でその沖縄の知事は歴代ずっとその埋め立ては嫌だって言ってる人たちだったんですけど、結局その日本政府の方がまあこうしたいから沖縄の意見とか聞かねえしっていうので埋め立てを始めちゃったっていう。でどうなんだろうね、そのまあ沖縄に米軍基地が必要なのかどうかっていう議論もあるんだけど、
あのまあぶっちゃけアメリカもそんなに重要視してないんだよね、沖縄に今基地を置くかどうかって。もともとその、あの海外に兵隊を置くとコストがかかるので、トランプ大統領も海外派兵は減らしていこうっていう方向で考えてたりするので、あの日本が一生懸命頑張ってこう国内で沖縄とこう日本政府が揉めるほど頑張る必要もなくて、実はアメリカ的にはもう撤退してもいいんじゃねって一部思ってる人たちもいるみたいな、そんな状態なんですけど、ただまあ一応アメリカ軍のいる場所としてその辺の辺野古に基地を作った方がいいよねっていうのを日本政府は言っていて、でただまあ辺野古じゃなくてもいいんですけど日本のどっかに置かなきゃいけないよねと。で沖縄に置く分にはまあ沖縄の人たちはもう基地置かれ慣れてるから、どうせ文句言ってるだけでその後何にもしてこないだろうっていうところで置かれてしまってるっていうだけで、割とあの弱い者いじめには近い状態なんですよね。だからあれが例えばじゃあ沖縄は嫌だと、んで代わりにじゃあ受け取る市町村があったらその基地をね、じゃあなんか年間100億円あげますとか言ったら、じゃあ地方の都市とかでじゃあうち引き受けますわっていうところ出てくると思うのよ。でそうした方が僕はトラブル少ないと思うんですけどね、はい。出張で北陸に向かっている、いろいろプレッシャーかけられて憂鬱なので何か面白いことを話してください。神社に猫がいまして、あの足が白くて頭も白くて、で尻尾も白かったんで面白かったっていうね、はい、落語なんで僕が悪いわけじゃないですよ。あ結構前のやつ、あこれ前のやつか、あじゃあ大体終わったのかな、はいはいはい。その地域住民がまた何か言い出すやろう。その地域住民はその100億円もらって受け取るの で要は受け取ることを決めた地方自治体と地域住民が争うって話になると思うんですよ。で沖縄の場合って沖縄をの沖縄の知事とか沖縄政府はいらないって言ってるんですよ。で住民もいらないって言ってるのに基地ができちゃったわけですよ。で例えばじゃあ長崎県とかに置かれるとして、長崎の知事は受け入れますと言いました、で反対する住民がいますっていう争いになるので、そこは勝手にやってって話だと思います。大学1年生です。ひろゆきさんが今大学1年生だったら将来向けてどんなことをしますか。ダラダラしてるんじゃないかな別になんだろうな、まあ、プログラミングでも映画でもやっとけばいいとは思うんですけど、そんなものいつでもできるので、あの要は就職してもできるんですよ、語学やろうとか。で、まあ、例えば仕事を辞めてしまえば1年間とか休めるわけで、でじゃあその後海外行こうかっていうのできるんですけど、あの大学生って日本だと二度となれないんですよね。他の国だとあのなんか年取ってからもう一回大学入るとかあるんですけど、日本ってやっぱりその18から23、4歳ぐらいの人しかあの大学生としてお互い認識してくれないので、入るのは不可能じゃないんですけど、やっぱりその友達付き合いはなかなかできないですよね、大学生と同士として。なのでその時間を楽しんだ方がいいんじゃないかなと僕は思います。来年も日本株米国株は難儀だ年になりますかね。今年は難儀だった、いや絶対難儀だと思いますよほら米中冷戦があるので、まずトランプ大統領がツイッターで何か書いただけで株価ダーンって下がるみたいなリスクがあったりして、で日本もまあ、 あのオリンピック来た後の不景気が待ってるので、で増税でしょ、まあまあきついでしょうね。30歳です。先月がんになりました。原因不明のがんで、がんの中ではマシな方なのですが、先月に手術をして現在経過観察中です。ただし5年以内に2割ほどが再発するというデータで、再発した場合には抗がん剤治療になります。もしがんになった場合には抗がん剤治療しようと思いますか、ご意見を教えてください。僕はすると思います。で、まあ、どういうがんかによりますけど、あの丸山ワクチンを試すんじゃないかなと思っています。もともと皮膚科の先生で丸山先生っていう人が、あの抗原病の治療として作られた薬をこうがんに使ってみたら、割とそれが腫瘍が小さくなって治ったっていうので論文書いて出したんですけど、その当時そのがんの専門家じゃない人ががんの学会で論文を発表して治療薬を作るというのはいかがなものかというのがあり、日本では結局その承認されないままになっちゃったんですよね。で今だと日体大、日体だっけ、日大女子大
日本女子大か、日本女子大、女子、日本女子医科大学だと、あの治験っていう形だと治療が受けられる薬があるんですけど、でなんで僕がそれが効果があるのかなと思ったのかっていうと、その丸山ワクチンを作った息子さんが丸山さんっていう人で、あのソニーミュージックっていうソニーの音楽レーベルを立ち上げたりとか、ソニーコンピューターっていうプレイステーションを作った会社の副社長だったかな、だったりとかっていうので、割とその音楽業界とかゲーム業界で有名な丸山さんっていうおじさんがいるんですけど、その人が60ぐらいでがんになって、でステージ4だったんですよ。あのがんってステージ 1,2,3,4 ってあって5がないんですよ。要は4になると次はお疲れ様でしたっていう、まああのがん末期って言われるやつで、で喉にがんができて水も飲めないぐらいな状態になって入院して、であのまあどうせがんになったんだったら親父が作ってた薬を使ってみるかっていうので、こっそり打ってみたら治っちゃったっていうので、あの丸山さん今でも元気にやってるんですけど、でそのまあ丸山さんががんになったっていうので業界みんな驚いて、であの何年か前に丸山さんがん再発したんですよ。でああまた再発したのかって驚いたんですけど、でまた治って、確かね2回再発したんだけどね、2回目もう誰も驚かないんだよね。丸山さんまたがんになったってって、あじゃあまた治るんじゃないのみたいなっていう感じで、割と僕はあのそのまあもちろん成功例じゃない人もいるんですよ。丸山ワクチン打ったけどダメだったっていう人もいるんですけど、ただあのもともとその膠原病で使われるために作られた薬で副作用があんまりないので、ダメ元打ってみようかなと僕は思ってます。また前みたいに宿題出して、あやってましたね、あの幸せに生きるにはどうすればいいか会議、はい、今度はそっちをじゃあやりますか、はい。どこにホモがいますか、よければ無料って言ってたが飲み代のお金をやっぱり払ってほしいのでしたら支払いますよ、中野の某所さん。この人は誰と何の会話をしてるんだろう医学が進んでない国にはがんになる人少ないらしいですね。もともとがんで死ぬ人って歴史上そんなに多くなかったんですよ。もっと他の病気で死んでたから、あのがんってなっても、まあ、5年とか下手したら10年とか生き残れちゃう病気なんですよ。で大体そのがんになる人って高齢者が多いんですけど、昔その人間って50年ぐらいで死んでたので、がんになる前に別の病気で死んでたっていうだけで、別にあの医学の進んでない国ががんになる人が少ないんじゃなくて、医学の進んでない国はもともと平均寿命が短いのでがんになる前に別の病気で死ぬっていうだけです。ちなみにあの虫歯で死ぬ人って多いんですよ。あの虫歯菌をそのまま放置しておくと、その歯をずっと削り続け、そしてその細菌が脳に行って脳を食い荒らして死ぬっていう。でもあの先進国で虫歯で死ぬ人ってほとんどいないじゃないですか、まあ、アメリカはたまにいるんですけど、そんな感じであの医療が発達してない国っていうのは結構あの先進国ではそんなんで死ぬんだっていうので死んだりします。肺炎とかね。面接のコツを教えてください。現在就職活動中です。面接が苦手でいつも上がってしまい、うまく喋ることができないです。何度も面接を受けてください。あの行きたいところを受けるんじゃなくて、行きたくないところの面接とかバイトの面接とか死ぬほど受けてください。だいたいあのバイトの面接とかって連絡すれば1日に 2,3 件やれるじゃないですか。であの別に受かろうが受かる前が行かなくていいです。ただ面接の勉強として、他人に対してどういうふうに言ったら相手は喜ぶのかとか、どういう答えを言うとその相手の人が興味を持ってくれるのかっていう慣れをするために。でそうすると大体面接で聞かれる内容のパターンって分かってくるんですよ。あのどっから来たんですかとか、何線乗るんですかとか、なんか趣味は何ですかとか、あのこの仕事をしたいのはなぜですかとか、大体定型の聞いたことがある質問しか来ないので、そうするとあの、まあ、答えたことのある答えなので同じように答えればいいっていうので慣れますよ、はい、っていうのをね、こうクラロワの宝箱を開けながら答えるっていう。僕は基本的に基地反対派なのですが、在日米軍が撤退して自衛隊の軍備が進んだ場合も自衛隊基地には反対運動が起きるのでしょうか。起きるんじゃない？だってほらあの騒音がうるさいとかはさ、別に米軍の飛行機なのか自衛隊の飛行機なのかは関係ないんじゃない？
発達障害持ちです。プログラマーを目指しています。前職は書類業務が全くできずに辞めました。ひろゆきさん以前の配信で自身も似たような障害を持っているとおっしゃってましたが、どんな障害か分からないですけど、ひろゆきさんがプログラミングをやる上で障害が邪魔になったことはございますか？ないんじゃないですかね。なんだろうな、僕ただ別にその ADHD だと言われてるだけでその診断を受けたわけじゃないんですけど、ただ自閉症の人とかもプログラマー多かったりするんですよね。自閉症の人って自分が想定していない割り込みとかっていうのにすごい苦手だったりするんですよ。あといろんな音があるとパニックを起こしてしまったりとか、刺激が少ない方がいいっていうのなんですけど、プログラムって基本的にやったことに対してモニターから文字が出るだけなので、できちんとやらないと動かないっていうだけなので、変な刺激が出てくることがないんですよね。なのでそういうタイプの障害を持ってる人には普通の人より向いてたりもします。はい。でなんだっけ、また忘れた。公認会計士が主人公でアカウンタントだっけ、また名前忘れた。X 面に出てくる人が主人公の、マット・ディモンと仲のいい人が主人公で、その自閉症の公認会計士の人が主人公の映画を見てください。面白いですよ。はい。ポルノを子供に見せたくない人って嘘つきか無責任だと思いますか？いや、思わないですよ。それは年齢によると思うので、教育段階である程度綺麗事も必要だと思いますが、小学生とかには必要だと思います。またもし子供にどうやったら赤ちゃんができるのって聞かれたら、ひろゆきさんどう答えますか？子供の年齢によるんじゃないかな。要するにその真実が受け入れられるかどうかっていう子どもの状況によるっていうのがあって、例えばペットとか動物をすごい可愛がってる子に牛肉とか魚の肉ってどうやってくるのっていうので、牛を殺すシーンとか見せるとショックを受けて牛肉食わなくなっちゃったりするんですよ。でベジタリアンとかになっちゃったりすると、やっぱ栄養素が足りないっていうので成長が阻害される可能性があるんですよね。なのでその子が真実を受け入れられるだけの体制ができてるかどうかっていうところが子供には必要だと思います。はい。人間は死ぬようにできてるから。あ、現代はザ・カウンタント。あ、それ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 です。ベン・アフレックです。そうそうそれ。グッド・ウィル・ハンティングはマットディモンの方ね。はい。殺し屋のやつ、そうです、それです。 Python で何が作れるの？プログラムでできることは大体できるよ。 ADHD は好きなことに過集中するからむしろ向いてそう。まあそんな気はしますね。以前友達が投稿してお話しいただいたプロボクサーカリエンテ小安です。あまり長く続けられないと思っています。なるはやで売名したいです。どうしたら SNS なので炎上できますか？ひろゆきさん得意な分野ですか？新宿でさ、なんか500円で殴られ放題やるっていう殴られ屋っていうのが昔あったと思うんですけど、あれをやり続けたら今結構話題になるんじゃないですかね。人殴ってみたい人って結構いるじゃないですか。でボクサーの人であれば殴られてるのをこううまく軸を避けるとかできると思うので、それの動画を毎回上げていくっていうのであれば結構興味を持って動画見て、でじゃあ今日は横浜でやりますとか名古屋でやりますとか駅前ここでやりますみたいにやると人が集まってくるみたいなイベント化するんじゃないですかね。まあそれで殴られてこう試合が出れなくなったとかってなったら、まあ本末転倒なんですけど、きっと強い人なんだろうと思って提案しています。はい。お、なんかハマチと縁側が来た。きれい事だけ言う人とは、なんか世の中にはいるんですよね。合意でも殴ったら捕まる、合意で殴ったら捕まるのであれば格闘技の試合というのは日本では成立しなきゃなりますけど、一応空手とかボクシングとかあって、殴ってもお互いにこう訴えませんよっていうのを書いちゃったりします。はい。お前スマブラ買った？今度一緒にやろうぜ。僕スマブラ苦手なんですよね。なんだろうね、格ゲーが思い通り動かないんですよ。その昇竜拳が3回に1回は出るんですけど、3回に2回は出ないみたいな。
日本で理系 PhD 取得間際なのですが、最近日本で働くのは楽しくなさそうだなと思ってきました。海外で暮らしたことがあり抵抗はないですが、残す親が心配です。何かアドバイスありますか。あ、一緒に住んでんの親と。あの、いずれ親から離れますよ。あの、ずっと永遠に親と一緒に住むわけではないので、なので、あの、親といつか離れるのであれば、息子が楽しく暮らしている方が親としてはいいんじゃないですか。こう、息子だと勝手に決めつけましたけど、娘かもしれませんね。はい。連合艦隊コレクション。ほう。あ、飛んだ。自腹です。ひろきさん大好き、連合艦隊コレクション、アップストア、グーグルプレイで好評リリース中です。完全に宣伝じゃねえかこれ。地下鉄の民営化についてどう思われますか。大阪では今年民営化して大阪メトロになりました。地下鉄の民営化はそんなにまずくないんじゃない。うまくいってる気がしますけど、あの、東京も、あの、地下鉄なんて言うんだっけ、営団、営団って今なんて言うの、営団って言わないの、都営と営団って昔言ってた気がするけど、余裕あるせいか結構人の気持ちを考えてくれるよね、ひろゆきさん。さてどうでしょう、あの、書かれた質問にこう答えるといいんじゃねっていう訓練のようにやってるだけで、本心は全然違うことを考えてるかもしれませんよ。わ、25香港ドルだ、やったとか思ってるかもしれませんよ。はい。やらかしたブラック企業の会見は無責任。ん？どの会見のことを言ってるのかわからない。ブラック企業が会見したの。なんか お茶とおしぼり代が高い。はい。お寿司屋さん、お寿司屋さんなのかな、イコライザーについて語ってって、あの音声のこの周波数帯の音を上げるっていうイコライザーのこと、それとも、あの、あれ、モーガン・フリーマンじゃねえや、デンゼル・ワシントンの映画の方。デンゼル・ワシントンの映画は、あれは僕は割と好きですよ。あの、なんかデンゼル・ワシントンってね、いい人の役結構多いんですけど、あの、嫌なやつとか悪者役やらせるとすげえ優秀なんですよね。あの、ケビン・スペーシーもそうなんですけど、嫌なやつの役が上手い役者ってやっぱり優秀なんですよね。あの、いい人ってそのそつなく書かれたセリフを言えば大体いい人になれるんですよ。いい人ってシチュエーションだから。でも、あの、嫌な人ってやっぱりその書かれたセリフを読んですげえ嫌なやつだなって、その殴ってやりてえみたいな顔で言えるかどうかって結構才能なんですよ。で、それがきちんとできる役者さんは優秀だと思うので、そういう意味で僕は、あの、ケビン・スペーシーは優秀だと思ってるんですけど、なんか映画界から引退しちゃったっぽい感じなんで、もったいないなと思ってます。お金を貸してくださいって友人とかに頭を下げてお金集める人と集まらない人の差って、人望以外に他何があると思う？嘘つきかどうか。あの、お金貸してください、絶対返しますって言って返せないと分かってても言う人っているんですよね。あの、鮭取りまあいいや、この話分かる人だけ分かると思うんで。はい。あの、お金ね、友達から借りるのはね、僕はあんまり良くないと思うんですよね。あの、要は、出資とかでなくなるかもしれませんよとかであればいいと思うんですよ。でも、返せない時ってお金もなくなるし、友情関係もなくなるじゃないですか。なのでね、あんまり友達からお金を借りるのは僕はいかがなものじゃない。あ、イコライザーって嫌なキャラじゃなかったっけ？あれ違うか。あの、トレーニングのやつとなんかごっちゃになってるわ。ごめんごめん。そっかそっか。すいません。あのね、なんかね、あの、ベテランの警察官が若手の警察官をトレーニングするトレーニングデーみたいな、そんな感じのやつとちょっとごっちゃになってました。親と離れるの件です。一緒に暮らしています。今、スカイプとかありますよね。前向きに考えています。うん。あの、なんだろうな。まあ、例えば月に1回会話をするとか週に1回会話をするで全然十分だと思うんですよね。で、僕はあの、今フランスに住んではいるんですけど、日本でじゃあ知り合いとどれぐらいの頻度で会うかっていうと、あの、月に1回も会わない友達とか多いんですよ。お互い忙しいしね。で、年に1回ぐらいしか会わない友達ってもいるんですけど、そうすると年に1回日本に帰ってたまたま正月会ってると、日本にいるのとフランスのいるのでも会う頻度って変わんなかったりするんですよね。なので、あの、
そんなにこう頻繁に会うことって重要視しなくてもいいのかなっていうふうに僕は思っていたりします。日本の医学部で次々と女性差別、年齢差別、身内優遇など不正入試が発覚していましたが、これからいい方向に向かっていくのでしょうか。これね、この問題が出た時に長く語った気がするんですけど、どんなことを語ったのか忘れてしまったんですけど、本質的な問題で言うと、男性のお医者さんがアホみたいに残業するおかげで日本の医療がこのレベルをギリギリ保てているっていう現実があるんですよ。例えばフランスで、じゃあ病院に行きたいですって言って、じゃあ予約を取ってくださいっていうのを、予約を取ると2週間後ですとかってザラなんですよ。でも日本の場合ってその日のうちに行って、まあ 2,3 時間待ったら受けられるじゃないですか。で、あれってお医者さんが昼飯食わないでやってたりとか残業してやってたりするせいで成立するんですよ。でもフランスの場合って、決められた時間過ぎたら、じゃあ俺帰るわって帰っちゃうので、1日に見れる患者の人数はもう決まってるんですよ。なので、今めちゃくちゃこう痛いから何とかしてくれっていうので、その緊急の枠に入れればまだ何とかなるんですけど、緊急じゃないやつだと、じゃあ2週間後ねって言われてて、まあ2週間待つみたいな。で、他の国も大体そうなんですけど、でアメリカとかだとめちゃくちゃ大金払うと割り込むみたいなのがあったりするんですけど、そんな感じで、日本の医療ってそういうその男性陣の無茶な残業で成り立っちゃってるんですよ。でそこに女性が増えちゃうと、そこまで残業できないので、まあ、子供産んで辞めちゃうとかもあるので、そうすると医療のレベルが維持できないから困るよねっていうので、必然的に能力は低いかもしれないけど男性だから残業やってくれるんじゃねっていうので、男性が受かって病お医者さんになってしまうという現実があるんですよ。でこれを解決する方法って、女性がひたすら残業しまくって男女変わらないじゃんっていうパターンと、あとはストライキをしまくるっていうパターンがあって、僕はでもどうなんだろうな、患者の問題な気がするんだよね。結局病院に行かなくてもいいような人たちが、割とその医療費が安いからっていうんでとりあえず病院行っちゃうみたいなのが多いので、高齢者の方とかね。なので、医療費を、その医療にかかるコストを上げるっていうので、おいそれと病院にかかりづらくするっていう方がまだマシなのかなという気もしたりします。メグインさんが社員を追い込み自主退社させて、その謝罪動画がブラック企業のそれだと炎上してる。あ、そうなんだ。後で見てみます。あ、謝罪動画を上げさせたんだ。よく女性と男性の浮気は違うという人がいますが、ひろゆきさんはどう思いますか。まあ女性と男性も違うし、例えば僕の浮気とひよいさんの浮気も違うし、人それぞれいろいろ違うよねっていう、そういう話なの。でそういう話じゃなければ別に浮気の定義は女性でも男性でもそんな変わんないんじゃないですか。直接人と会わずに美人を活用して稼ぐにはどのような方法がありますか。スカイプで英会話とかの語学のやつって結構あるんですけど、でそれってやっぱり美人の人の方がリピートが多いらしいので、スカイプでカウンセリングとか出会い系サイトとかライブチャットとか、そういう方向でやればいいんじゃないですか。なんかアメちゃんが来た。この堀江貴文って書いて堀江さんじゃない人が僕に100円を払うのは何のためなの。堀江さんをバカにしたいのかな。ひろゆきさんの周りの働かなくてもいいレベルの金持ちは何してますか。暇すぎて働く人は何割ぐらいですか。あ、でもね、ある程度の会社でそれなりの役職についてる人って働かなくても大丈夫な人だよ。その生活費を自分たちで上げたせいで、すげえこうそれを維持するために、例えば月に30万以上生活費がかかるから、まあ月に50万ぐらい稼がなきゃいけないよねみたいな人っていっぱいいるんですけど、でもそれって本当に食ってきたのに必要な額ではないので、実際問題、じゃあ月に 3,40 万以上稼いでる人で、その4,50 だったらもうそれなりに貯金があるわけだから、働かないでひたすらこう食費を削って家賃を削ってだらだら生きるっていう手もできるんですけど、そうしないで働いてる人が多いので、なので今現在働いてる多くの人は多分働くこと自体が目的になってるんじゃないですか。まあ生活コストを下げたくないとかね。
クリスマスにケンタッキーは食べますか。フランスのクリスマスどんな感じですか。ケンタッキーあんま見たことないけどあるんだよねきっと。こっちでケンタッキーを見たことないかもしれません。あの見過ごしてるかもしれないですけど、あんまり気づいてないかもしれないですけど、なんか僕は見た覚えがないです。はい、どうもひろゆきモノマネの西村ひろかないです。賢者ボードについてお教えください。あれは何ですか。興味がなくなった状態じゃない の、 その何かに興味があってそのすげえ情熱なり何なりを費やして、でそれがこう失われた後の燃え尽きてあの何もしたくないみたいな状況のことを指してるのかな。はい、子供が2人います。来年増税、保育料無料になりますが、増税になるなら保育料も無料はあまり僕たち子育てにとっては意味がないのでしょうか。あと生活保護って借金ある人はどうなるんですか。自己破産してから生活保護っていうパターンになりますね。あの借金があると生活保護あの取れないらしいですよ。要するにその生活保護で払ったお金が借金取りに持ってかれちゃったら意味ないじゃんっていうので、なので自己破産を先やってくださいみたいなことになるみたいです。でもどうなんだろうね、増税の額と保育料の額どっちが高いかっていうのはあのその人の使うお金の額によると思うので。ひろきさん流の煽り運転の対処方法を教えてください。あと煽り運転の問題について語ってください。追突される、そうするとあのあちら側の方が負担が多いので、あの赤信号だったりとかで止まってる状態で後ろから車が突っ込んできた時って10ゼロですよね確か。であの怪我したって言い張るとその期間って休業保障とかっていうのも請求できるんですよ保険会社に。なのでまあ例えば年収じゃあ500万円ですっていう人だったら、じゃあ1ヶ月働けませんでしたっていうと一応40万円ぐらい保証されたりするんですよね。であの治療費も出てくるので、なのであの事故に遭うと結構お金もらえるので10ゼロになる形で事故に遭うっていうのをおすすめします。はい、動画に撮って YouTube に投稿、まあそれでもいいかもしれないですね。追突事故されたら痛いやん、痛くない程度 の、 あの速度で追突されるようにしてください。はい、卒論でベーシックインカムを研究しているのですが、月額8万円は安いのではないかという結論になりました。はい、というのもほとんどの予算が月額8万円前後なのですが、それは生活保護の生活扶助の部分しか考慮してないからです。住宅補助などの生活保障以外の扶助を排除して生活保護です補助額だけで生活するというのは難しいと思います。家賃が高いところで住むという前提が良くないと思います。あと実際問題、じゃあその人が生活する上で本当に必要な額はいくらなんだろうっていうところから考えた方がいいと思うんですけど、僕外あの前にも言ったと思うんですけど、大学生時代に月3万円も使わないで暮らせてたんですよね。で1人が飯食うだけだったらそんなもんで暮らせるわけですよ。あとプラス家賃じゃないですか。その今の生活保護の問題点というか微妙だなと思ってる部分が、あの無理やり就職させようとするんですよね。であの生活保護をもらうような人でスキルがない人に、でその生活保護のこうカウンセリングとかをやってる公務員の人たちってなんかコンビニの店員とか飲食業とかを勧めるわけですよ。で飲食業とかコンビニの店員を今さら日本で増やしてもしょうがないじゃないですか。であのコンビニの店員が増えたからといって日本が豊かになるわけではないので、なのであのすげえ地方とかで引きこもってなんかおかしなこう不思議なものを作り上げるとか、そういう人を作った方が結果として利益があるんじゃないかなと僕は思っていたりします。はい、あのなんだっけコメントで前にあったんですけど、あの J.K. ローリング、ハリーポッターの作者がなんだっけ年収50億とかあるのかな。であの人でも元生活保護もらってる人なんですよね。シングルマザーかなんかで生活保護もらって、で働きながら小説を書いて、でそれが当たったのがハリーポッターっていう感じなので、なんか下手にこう飲食業とかコンビニとかしょうもないところで働かせるぐらいだったら、なんか一発クリエイティブなものをやらせるとかっていうの方がいいんじゃないかなと思ってます。ちなみにね、可処分所得5万円以下で暮らしてる大人って多いですよ。あの例えば、じゃあ家賃が6万円で、でその
それ以外のお金が5万円ですっていうので手取り11万ぐらいで暮らしてますっていうフリーターの人って結構いっぱいいますよ。農業しよう、しかも安月給ですよ。日本で街中でイエローベスト着てたら多分ゴミ拾いとかのボランティアと間違えられる。あれもともと道路で見つけやすくしてもらうための黄色いベストなので道路工事してるおっちゃんとか普通に着てるんですよ。なのでジレジョンヌかと思ったら単に普通に道路工事をしてるおっさんでしたっていうことがあります。はい、いねえよ5万円で暮らせるわけねえだろ。僕暮らせてましたよ。あなたが暮らせないっていう話と他の人が暮らせないって話は違います。はい、ドイツのフランクフルトにいます。フランス行くんで会いましょう。どうしたら会えますか。僕は特に会いたくないので、はい。なんだろうな。例えばドイツとフランクフルトってフランスのパリからすると別の国じゃないですか。で、僕が例えば東京にいて名古屋にいます。東京にいます。会いましょうって言われても、なんでってなるじゃないですか。なんでこれがドイツのフランクフルトだと会えるということになるのかがよくわかんないです。はい。実際ベーシックインカムだとニート向けの賃貸とか出てくるだろうし、今の相場で家賃2万とかできそうだけどな。熱海とかで家賃8000円みたいなひどい物件ってあるんですよ。そういう感じのとこに住むといいんじゃないかなと僕は思うんですけど。フランスにも鬱の人はいますか。そんな人はどう復帰してますか。日本と変わんないんじゃないですか。でも結構日本の人よりも鬱になる率は高いっぽいですけどね。フランスの国営、もともと NTT みたいな感じで、電話会社がフランス国営だったんですけど、その後民間に、オレンジっていう会社になったんですけど、民間になった途端に、うつ病で死んだ人が2桁いったのかなっていうぐらい、だらだらしてると思っていたら、すげえ働くの大変、だから死ぬみたいな、っていう人もいました。はい。エッフェル塔階段で登ったことありますか。エッフェル塔に登ったことはありません。エッフェル塔まで徒歩10分みたいなところで1年ぐらい住んでたんですけど、いつでも行けると思っていたらなんかテロがあってすげえこうセキュリティ厳しくなってなんか登るのに30分待ちみたいになって30分待ってらんねえよって言って引っ越してしまい、エッフェル塔に未だに登ったことがないっていうそんな状態です。はい。会社で業務の問題指摘を行う部下に他責は NG、自責で考えろという上司や経営者について思いますか。他人に考え方を変えることを求めている時点でその人も他責だと思うし、面倒を避けただけの建前みたいなのでモヤモヤします。まあ自責で説明できる部分はすればいいんじゃないですか。その自責で説明できる部分と他責にならざるを得ない部分っていうのがあって、そこをちゃんと切り分けて両方出すべきだと思いますけどね。例えばじゃあ相手のクライアントが口説けませんでした、でそれはじゃあ自分に説得力がないっていうの自責はあるんですけど、じゃあ相手の会社があいみつを取ってました、であいみつは別の会社の値段でそっちの方がもっと安かったです、でじゃあそれより安くすることが可能であれば取れたかもしれません、でそれを安くできないのは上司であるあなたの責任だと思いますっていうのを書いて出した場合にどうなるかじゃないですか。早く本題話せよ。本題ってあれ？タイトルに書いたやつ？なんかノリでタイトル変えたからね、特にねなんか語りたいことがあったわけではないんですよ。ただ文字通りで綺麗事って基本的には現実と違うことだと思うんですよ。なのでいい大人で大人に対して綺麗事言う人って僕嘘つきか無責任だと思うんですよね。小学生とかに努力すれば夢は叶うよっていうのは全然いいと思うんですよ。でも大人って努力しても無理なものは無理じゃないですか。知り合いにこうひげおやじさんっていうデブでメガネでブサイクな人がいるんですけど、で人がジャニーズ入りたいって言って、で頑張ればなれるよっていうのって無責任じゃないですか。だってなれないもんデブは。だからもうそれは時間を費やすのは無駄だよ、もったいないわ、あなたの人生をのこう短い時間をもっと短くしちゃうよっていうので止める方が僕はその優しいというか正しいと思うのですよ。でそこをなんか綺麗事言ってこうその人の時間とかリソースとかお金とかを無駄にさせる方がまあ無責任だし、でそのジャニーズになれるよっていうのって嘘じゃないですか。なので僕はあんまりそういうのはよろしくないなと思ってます。はい。なんか座布団がもらえた。
それは持ちネタなのかな。いや別に持ちネタではないですね。はい。いや別にあの誰の話とかじゃないんですけど、あ、一昨日も言ってた。あ、本当に？あの毎回僕お酒飲んで喋ってるので、基本的にあの自分が言ったことは覚えてません。はい、すいません。いつも冷や味の話してるな。あのなんだろうね。なんかね、僕の中でね、多少のね義務感があって、あの冷や親父さんが結構調子乗ってるんですよ。あのなんかその彼がまあ。いろんな番組でそれなりになんか有名な人と共演したせいで、彼自分自身が有名になったと誤解している節があって、であいつクソ野郎なんで、あのなるべくあいつがクソ野郎ですよっていうのは僕が広めた方が社会にとっていいと思ってるんですよ。で共演する人とかってなんかみんないい人にでいたがるから、ひげおやじさんのクソっぷりを言わないんですよ。あいつはひどいやつだよとか言わないんですよ。でそうするとあの被害者が増えるので、社会のために僕はひげおやじさんが あんまりこう人間としてよろしくないっていうのをちゃんと社会に伝えていかなきゃいけないなっていう、こう義務感と正義感でやっています。はい。堀沖さんが考える良いスマホゲームの宣伝の仕方があれば教えてください。ゴリゴリの戦艦ものです。まあ、話題になるかどうかで、その話題にするかどうかで、うまく企画に乗るかどうかで、まあ今だと多分ちょっと時代が遅れちゃったんだけど、そのポフテピックみたいなやつが流行ったとしたら似たような絵柄で出すとか、あの要は著作権法ギリギリとか、あと法律ギリギリとか、そういうこうグレーなところを狙って話題になるのも僕は狙うんじゃないですかね。成功法でやるんだったらお金払って広告打てよみたいになっちゃうんで。今日はちくわちゃんみたいに体が揺れてるぞ、すいません。エベレスト登頂の話でもあったよな。そうなの？ガジェット通信の動画のサムネがひげおやじさんのサムネになってるのを見るとジンマシンが出る。ね、ひげさんの顔を見るだけでジンマシンが出るのに、ひげおやじさんってさん付けで言ってるっていう、この人のね育ちの良さ。はい。ホリエモンが収監されるときひろゆきは横でパリピになっていましたが何してたんですか？横で堀江さんがずっとその収監されるまで生中継っていう企画をニコニコ動画でやっていて、で堀江さんと一緒に行って、でまあ一応その場で記者会見みたいなのがあったりするので、それの仕切りをやったりとかで、あの差し入れというか、その刑務所に入るにあたっての荷物とかっていうのを持って渡したりとか、そんなことやってました。めちゃくちゃ面白かったんでまたやりたいです。はい。インスタグラムで絵を描いています。よかったら見に来てください。は、流行ってるブロスタもパクリゲーだからな。 あれパクリゲーなんだ。元ネタ僕知らないわ。今22歳でカナダの大学生です。卒業時に25歳になるんですが、一流企業は24歳までしか新卒で取らないと聞いたんですが本当ですか？お願いします。知らない。もう今時そこまで気にしないんじゃない、二浪かどうかとか。とりあえず年齢詐称すれば。だってさ、就職するときって住民票とか出さないでしょ。せいぜい卒業証書のコピーじゃない。だから詐称すればいいんじゃないの。おはよう無職の仲間よ。まあ今ね日本10時半なんでね、10時半でこんなおっさんが喋ってんの見てダラダラする人って大体無職だと思うので、はい。副業禁止の会社で副業したいです。1円で会社を作って道に代表になってもらい、売り上げを会社にプールしようかと考えています。この場合法人税以外で年間どれぐらいの費用がかかるのでしょうか。売上の 8% が消費税でかかるのと、法人住民税のことかな。法人住民税だと東京都だと7万円で、それ以下の地域だと5万円かな。なので最低、まあ、東京都だと7万円、他の地域だと5万円はかかるし、売上に対して消費税がかかりますと。ただ1000万以下だと消費税かからないので、1000万以下の売上にした方がいいと思います。まあでも株主で自分が代表にならないんだったらまあバレないですよね。なのでうまくやった方がいいんじゃないですか。新卒一括採用ってなくなるんじゃないの。まあ時代によって多分なくなる気がしますけどね。お、無職だよ。そうです、変な無職のおっさんです。来年の参議院選で野党が勝つ確率はどれぐらいありますか。低いんじゃないですか。勝つっていうのはその議席を増やすとかじゃなくて 51% 以上取るって話でしょ。厳しいんじゃないですかね。多分 3% もないんじゃないですか。
ベーシックインカムって要するに社会保障を減らして、ひろゆきみたいな金持ちの負担を減らしながら、バカな貧乏人を騙してさらに不安定な世界に落とし込む制度だろう。お、そうなんだ。へえ。金持ちの負担がどうして減るんだろう。多分増税する必要があるので、お金を持っている人はお金を払う額が増えるんじゃないですかね。ひろゆきって今ハゲてるところある？特に全体的に薄くはなってるんじゃないですか、若い頃に比べたら。ニートは働くべきだと思いますか？優秀なニートは働くべきだと思うんですけど、無能が働こうとするとそれはそれで社会に迷惑をかけるので、迷惑をかけない形でものづくりをしていただけると、で作ったものが売れればラッキーだし、まあ、売れなかったら別に社会に迷惑をかけてないという話なので、ニートができるってことはそれだけの、その親だったり、まあ、遺産だったりでお金持ってると思うので、別に無理して働かないでいただいた方が、世の中の職業ってイストリーゲームなので、動物愛護 NPO3 億円の使途不明金おもてなし、何の話だかわからん。無職だがこの後プール行く。寒くね？12月でしょ、日本じゃないのかな。1000万円の会社を何個も持ってたらどうなるの。別に何にも起きないです。なのでちっちゃい会社をいっぱい作って消費税払わないっていうのも節税の方法としてあります。ただめんどくさいです。はい。同い年で学年1個上のおっさんです。はい。東京で一人で自営で貯めた3000万円で、東南アジアの母国の定期預金の収入で、東南アジアで自活ニートをしています。さほどの収入ではないですが、家賃も安い、贅沢しないので金に困ることはありません。暇すぎてしそうです。何かアドバイスをください。ツイッターで僕書いたと思うんですけど、ピンポン玉の作り方みたいな、科学技術振興財団がやってる、いろんな工場の作り方動画のやつをひたすら見てると結構楽しいです。あと多分ネットフリックスとか一生見れるんじゃないですか。僕は最近ハウスオブカードを見ていたりします。はい。お仕事しながら見ています。楽しいです。最初ありがとうございます。お仕事頑張ってください。保険とかマイナンバーとか住宅手当のための住民票で年齢バレるやろ。保険の時にバレるの？社保の時って年齢証明するものってなんか出すっけ？住民票とか出すっけ？そっか、マイナンバーを出すと年齢ってバレるんだ。あ、健康に長生きするより食いたいもの食って死んだ方がいいって考えたのですが、よっさんの現在を見てちょっと考え直した方がいいんじゃないかと思い始めた。その短く、その太く短く生きるんだって言って本当に太く短く生きれる人ってあんまりいないんですよ。だいたい何かのこう障害とか病気を持ってこう老いをさらばえていくんですけどっていう感じで、そんで大したもん食ってないと思うんだよね。本当に美味しいものを食べました、だから健康害しましたってあんまなくて、結局なんか夜中に脂っこいもの食いましたみたいな、しょうもないいつでも食えるようなものを食って体を壊す人の方が多いんですよ。なのでしょうもない食生活はしない方がいいですよ。結局その分自分が損するので。論破力を購入してみました。面白かったです。あざす。旦那デスノートの本を出版するとき相談に乗っていただきありがとうございました。あ、そんなんありましたね。覚えてないですよね。一応覚えてます。サイト運営に関して質問です。旦那デスノートという主婦の方たちの愚痴サイトを運営しております。期間保証の広告で少しお金にすることができます。もしひろゆきさんが運営しているとしたら、広告以外でどうやってお金にしますか。まあでも出版もありだと思いますけど、出版以外でってこと。割と今なんか YouTube でニュースをひたすら動画を自動生成して載せるのありますよね。ニュースのテキストをなんか自動で読んで動画にしてあげるみたいなやつ、なんかまとめサイトみたいなやつとかも、そのまとめサイトの内容みたいなのを動画にあげるみたいなのがあって、であれが再生数結構稼げてるみたいなので、あんな感じで自動生成でYouTube の動画で広告費を取るとかできるんじゃないですか。エースコックカルシオは、ひげおじさんは残念ながら長生きできませんね。あの人はね、生活習慣ひどいからね。あいつんちね、冷蔵庫いつ行ってもパンパンなんだよね。僕冷蔵庫って定期的にこう空にしようとするんですよ。
まあ、習性なのか分かんないですけど、冷蔵庫にあるものから食べていこうとかやるんですけど、ひゆあいさんちっていつ行っても冷蔵庫開けるとパンパンなんですよ。あのこれなんか冷蔵庫の中だけで2ヶ月ぐらい生きていけんじゃないのっていうぐらいの量の食い物がいつもあるんですよ。なのにあいつなんか買ってきて食うんですよ。だから何なんだろうなと思って。年収が上がる知識、生活の質が向上する知識、それぞれ一つずつ教えてください。タイムカードを押す時間を15分伸ばすと年収が上がります。生活の質が向上するのは無駄なお金を使わないことです。はい、あ、よっさんニコ玉永久版なんだ。何やったの。ひろゆきさんがタバコをやめるとしたらどうやってやめるか教えてください。やめる気はないんですけど、もしやめるんだったら吸わないんじゃないですか。だってどうやってやめるかって吸わないってだけでしょ。そのなんだろうな、吸わない以外のやめ方がないのに、なんかその別のやめ方があると思っちゃってるからやめれないんだと思うんですよね。なので吸わなければやめられます。はい、逆に吸ってる限りやめられません。南山児童相談所について、住民の変な理由をつけて抵抗する姿についてひろゆきさんはどう思いますか。なんかなんだろうね、浅はかというか、なんだろう、あの僕南青山に住んでないんですけど、南青山には住みたくねえなと思いました。だから近所にさ、そういう考えの人たちがいて、それでそういうそのなんか不幸な子供がより不幸になった方がいい、なぜなら私たちは幸せだからみたいなさ考えの人が近所にいて、でそれがさ多数派であるという認識がしてるエリアってさ、気持ち悪いじゃん。なんかあった時さ絶対助けてくんないじゃん。だからなんかあんま住みたいと僕は思わないですよね。会社で出世するメリットって何ですか。給料が上がる。出世すると仕事や責任がとても増えて、給料の増加と比べコスパが悪い気がします。それはあなたの容量が悪いから。観察している限りほどほど止まりの人の方が家族との時間が持てたりして幸せそうです。あ、それは多分観察対象が偏ってるからだと思います。あの出世をして仕事を他人に振りで営業行ってくるわって言って家帰るっていう人もいるんですけど、それをいかにバレないようにやるかっていうのが優秀な人です。で優秀じゃない人はそれが要はできないがためにちゃんと仕事をして時間を費やすんですよ。で優秀な人はバレないようにやってるから、いやー忙しかったよ、取引先のとこ昨日夜中まで行っててさみたいなことを言ってるんですけど、それが嘘みたいな、そういう感じでごまかしてやってると思います。はい、自分の子供が不登校になるとか想像とかしないんだろうね。まあそうなんでしょうね。なんかね、たかが南青山ごときに住んでなんで自分が偉いと思えるのかっていうね。20万人の地方都市でアパートや駐車場収入で生計を立っています。今後地方の不動産経営は人口減少とともに衰退していくと思いますか。思います。だって人口が減ったらアパートも駐車場も使う人減るんだから、それはしょうがないんじゃないですか。まあ、そのただ人口減少が地方から発生した場合は中核都市は逆に人口が増える可能性があるんですよね。要は周りがその町として成立しなくなるので、じゃあここの周りに住んでる人たちが中核都市に集まろうみたいな。なのであのじゃあこの仙台の周りの都市が壊滅するけど、仙台に集まることで仙台の人口が増えるみたいなっていうのもあるので、一概にこうあの全部が下がるとは言えないんですけど、まあ全体としては地方は下がり続けるんじゃないですかね。米国の長短金利差が縮小しています。バブルが来年あたり崩壊しますか。分かんないんだよね。あの結局トランプ大統領が何をするかっていうのの想像ができないっていうのもあるんですけど、あとはその、あの、そのトランプ大統領を支持しているような保守層だったり、あとその石油業界だったりっていうのが割ときちんと利益を上がるような無茶な法案をトランプ大統領は通そうとしたりとか、無茶な政策をやる可能性があって、そうするとそれはそれでアメリカの景気良くなるよねみたいな可能性もあるんですよね。だ例えばアメリカが戦争をして景気が上がるっていう時にオバマ大統領は戦争は避けると思うんですけど、トランプ大統領は多分喜んで戦争をやるんですよ。じゃあ戦争しようぜ、人いっぱい殺そうぜみたいな。
ていうのがあるので、あんまりこの常識で判断できない部分があるので、一概にこうなるだろうなっていう予測がしづらいんですよね、トランプ大統領は。というわけで僕はトランプ大統領は結構優秀なんではないかなと思っています。はい。ビザを取るのに5時間外で並んだりってフランスでもありますか？なんかね、昔そういうのがあったって聞いたんですけど、最近30分ぐらい、外で待つことはもうなくて、部屋の中で1時間待つとかかな？長くても2時間ぐらいかな？東京一極集中どうにかならんかね。景気が良くなれば、一極集中はなくなります。景気が悪くなると人は仕事を求めて人が多いところに集まるので、より一極集中が加速します。で、豊かになると人は分散していきます。なので日本の景気が悪い限りはどうしようもないですね。足が臭いやつは不潔だよ。おう。対面よりネット上で匿名の方が人は本音を話すと思いますか？はい。対面の方が自分の言葉に責任を持つ気がします。嘘や思い込みが混ざっても匿名に真実があるのか、ひろゆきさんならよく知ってそうだから質問をしました。まあ匿名でも嘘や思い込みを書く人もいますよ。フェイクニュースで食ってる人たちとかね。ただでも対面だと言えないことってあるじゃないですか。例えば多分ひげおやじさんに会った人ってみんなひげおやじさんの顔見てデブだしブサイクだなって思ってるんですけど、でもひげおやじさんに対してデブとかブサイクとか言わないじゃないですか。目が死んでるとかっていうの、あれってやっぱり心の中で嘘をついてるんだと思うんですけど、でも多分ネット上だとひげおやじさんの悪口いっぱい書いてると思うんですよ、皆さん。っていう感じで割とこう対面だと人は真実を話さないっていうのがあると思います。生配信初めて見れた、これ録画です。あ、ポンタポイントってまた懐かしい。ポジショントークもあるしな。これ何の話だろう。戦争も公共事業の意思と考えれば儲かるだろう。まあイラクで劣化ウラン弾が邪魔になったし、そろそろ全部打ち込んでくるかっていうので湾岸戦争をしたっていう説もあるので、そういう意味では戦争は景気良くなるんですよね。日本ってそのボロボロだった時に朝鮮戦争の特需で復活したみたいなのもあったりするので。というわけで1時間経ったので、皆さん働いてる人は頑張って働いてください。働いてない人は働いてる人に感謝をしつつ、はい、月曜日今日も今日から1週間働いてる人に感謝をしつつ、こうなんか面白いものを作ってみて、それがこう世に出てくると僕も楽しめるので、はい、頑張ってください。というわけでお疲れ様でした。